どうも。今回クリアリティさんからこんなものをご提供いただきました。これがですね、なんと40ワットの出力を誇るレーザー彫刻機ファルコン2になります。いや、すごいものが届きました。クリアリティさんといえば 3D プリンターで有名なメーカーさんなんですけど、最近ではこんなレーザー彫刻機も作ってるんですね。この基地にもクリアリティさんの 3D プリンター設置してあって、すごい簡単に操作できて、なおかつめちゃくちゃ綺麗な造形ができる、そういった 3D プリンターです。いろんな 3D プリンターがあるんだけど、そこに置いてあるものはこういった大きめの造形物ができるっていうものになります。精度もすごくて印刷時間も早いんで、よく使わせてもらってます。 3D プリンターやってる人でクリアリティさんを知らないっていう人はいないんじゃないかっていう、それぐらい有名なメーカーさんです。そのクリアリティさんが送るレーザー彫刻機、これは非常に期待が持てます。電源ボタンは本体の側面にあります。これをオンにしてあげると、ただこれだけでは作動しなくて、ここにもオンオフボタンがあるんですよ。でこれがなおかつこんな感じで鍵になってまして、これをこう差し込んでひねって初めて作動するっていう形になってます。これ安心ですよね。ここだけでオンオフできちゃうと、万が一子供とかが入ってきてこのボタンを押して、で何かの拍子でこれが動き始めちゃって火事になっちゃうとか、そういった危険を少しでも減らせるような、そういった仕組みになってます。ちょっとこれオン、これで電源が作動します。で、まあ、こんな感じで動き出すと、でここに赤いボタンがあるんだけど、これエマージェンシーストップボタン、これを押してあげると一発で電源が落ちます。でまたこれをひねると、また再開っていう風になってますね。これも安心ですね。ここがレーザーモジュールで、ここにこうホースでつながったこんなものがあるんですけど、これ今ブルブル揺れてるんですけど、これエアコンプレッサーですね。ここから空気をこう送り込んで、こうエアアシストで切断したりとか、こういったコンプレッサーもついてます。まずはこの木の板、これを切断してみたいと思います。で切断する時のデータはこのパソコン上で用意します。今回このライトバーンっていうソフトを使います。このパソコンとこの彫刻機をつなぐ、こういったケーブルも付属してきました。これこう本体同士をつなげて、ここから送って切断彫刻をするっていう、そういったことができます。ただですね、今回こんなものもついてきまして、これマイクロ SD カードなんだけど、ここにパソコンからデータを保存して、でここにこうカチャッと刺して、ここから切断彫刻を行うっていうこともできるそうです。これ便利ですよね。これいいなと思ったんで、ちょっと今回この方法でやってみます。自分 Mac 使ってるんですけど、これ直接は差し込めないんですよ。でその時にこう使用するマイクロ SD とこの USB-C 変換させる、こういったプラグもついてきました。これありがたいですね。単純な図形をまずはやってみますか。こうやって、まずこの円、この形で切断してみたいと思います。各種パラメーターをいろいろ設定できるんだけど、パワーは100で、今このスピード、これをちょっと800にしてみようと思います。ちなみにこの下に敷いてある土台、これも今回送っていただきました。こうハニカム構造になってる、この上にこういったものを置いて切断するっていう、こんなものも送っていただきました。この下に敷くこのアルミのこういう板みたいなやつ、これもこれと同じ箱に梱包されてました。これがですね、この下が、まあ、自分の場合はこの作業台も鉄板なんですけど、これ木のテーブルの上とかでやると、ものによってはこうレーザー貫通して燃えちゃったりもするんで、できればこういった鉄板のテーブル、でもしくはこういった金属の板、こういうものも敷いてあげた方がいいです。このレーザーとこの素材のこの距離の調節、これに関してはですね、こんなものが付属してきました。これを使って行うそうです。この木材がだいたい 1.78mm、 ここには 1mm から 3mm はここだよっていうふうに記述があります。ここに2箇所つまみがありまして、これをこう緩めてあげると、このレーザー自体が上下するようになります。でさっきのこのひな型の金属、これをこうあてがって、でここでもう一度固定してあげると、これでこのレーザーの、この距離が出ました。
これで準備は OK です。でもってここのフレーム、これを押してあげるとこの範囲を作業しますよっていうフレームを出してくれる。これはありがたいですね。場所を合わせするのにめちゃくちゃ便利です。ではこれで切断開始。早っ。うわ、めちゃめちゃ早い。うわ、やばっ。切断面めっちゃ綺麗。すごいっす。うわ、すごい。いや、これはすごいわ。これやばくないですか、この細かさ。すごいな。いや、これは驚いた。うわ、すごっ。どうですこれ、やばくないですか。さっきと同じデータなんだけど、この精度で切断ができます。ちょっとこのエアアシストの関係でちょっとこれ素材が軽すぎるんで、さっきちょっとこう動いちゃって、ずれちゃったので、今マスキングテープでこう止めてあげたらめちゃくちゃうまくいきました。いや、それにしてもこれはすごいわ。わかるかな、この部分とか幅1ミリもないと思います。こういったものが短時間で、こういった具合にできちゃいます。今こんな感じで終わりました。すごくないですか。うわ、やばすげー。これ今10分ぐらいでこれ切断できちゃいました。しかも見てください、このなんて言うんだろうな、うわすげー、うわこっちもいいんだけどこっちも使えそうですね。こういった細かいパーツを集めてあげればこういったロゴも作れそうなぐらい、それぐらい切断面がめちゃくちゃ綺麗です。こういったレーザー切断って
この切断面が焦げたりするんだけど、これが少ないですね。本当にこれぐらいです。場所によってはこれレーザーで切ったのわからないんじゃないかぐらい、それぐらい断面が綺麗です。これすごいな。すごくないですか。もうこれでパズル作れちゃいます。普通に今やってて面白かったし、これだけ切断面が綺麗だと売り物が作れちゃいますね。これだとこんなものが家庭用でここまでのクオリティが出せる時代になっちゃったんですね。が終わりました。すごいですねこれすごいな、うわどうですかこれ、うわめっちゃ綺麗。設定をもうちょっと詰めてあげればこういった切り残しは、減ると思います。ということでこんな感じで綺麗に切り抜きできました。この形の利点はですね、こういった大きめの素材であってもこの上にドンと乗せて、こういうふうに切り抜きができるっていうところですね。大きな素材に刻印するっていう時にもこの形は便利ですね。12ミリをワンパスでいっちゃいましたよ。これすごいですね。しかもすっぽり入る。こんな風に切ることもできちゃいます。いやすごいです。すげえ、これはすごいわ。この厚みですからね。わかるかな、こんなに厚いんですよ。うわすげえ、これいっぱい、こういろんな文字切り抜いてあげればこう飾っとくやつあるじゃないですか。ああいうやつ作れそうですね。
はい、ということで、今これ切ってあげたんですけれど、こっちはスピード100、パワー100を2パスやったもので、こっちはスピード200のパワー100を2パスしてあげたものです。こんな感じで強すぎるとここら辺焼け焦げちゃうんですよ。こんな具合にうまく設定を出せれば、こんなコンパネであってもこうスパッと綺麗な、こういった切断を行ってあげることができます。それにしてもコンパネを切れるっていうのはもうこれは本当にすごい。はい、こんな感じで綺麗に刻印もできます。で、今みたいに刻印をやった後に切断みたいな、そういったこともさっきのパソコンのアプリライトバーン使ってあげれば、こんなこともできます。これコップを置くコースターとして、これもう使えそうですね。六角形なんで結構面白いですよね。はい、でもって最後にここがですね、こんな感じでノーマルカットとプリサイズカットってありまして、今まではノーマルで切ってたんですよ。ただノーマルだとこの 40W フルパワーでバーっていっちゃうっていうところで、そんなにパワー必要ないよっていう時にこのプリサイズカットっていう方を選べるそうです。ここにボタンがあって長押しすると、今分かりましたかね、ここに切り替わったんですよ。これやってあげると必要最小限のパワーで切れて、なおかつ切り口も綺麗になるっていう、そういったモードらしいです。最後にこれ試してみます。ということで、めちゃくちゃ綺麗に切れました。ではこっち側を、一番最初のこのノーマルモード、これで、同じ全く同じ形同じ設定で切ってみます。ということで、いやこれでもすごいんですけどね、これ切れてないわけじゃないんですよ。こっちがノーマルカットでこっちがプリサイズカットなんですけど、なんて言うんだろうな、この切る線がめちゃくちゃ細いです。これでも十分細いんだけど、さらに細い線で切ってあげるっていう、めちゃくちゃ繊細なカットやってあげるときに、このプリサイズモードやってあげると、こういう風に切れます。まあ、こういったモードも搭載されていると。ということで今回ファルコン2でいろんなものを切断したり刻印したりしてみました。個人的に一番びっくりしたのはこの辺りですね。こんな厚い木材もワンパスで切れちゃったと。でこんなコンパネも2パスでこんなに綺麗に切れちゃったっていうところですね。これは本当にびっくりしました。はい、ということでいろんなモードを使って切断したり刻印したりしてみました。今回はやってないんだけど金属に刻印することもできるそうです。金属の表面をいろんな色で刻印するっていうことも可能だそうです。すごいテクノロジーですよね。ということで今回このファルコン2使ってみて良かったポイントとここかなと思ったポイント、それぞれ言っていきたいと思います。まず良かったポイント、これめちゃくちゃ使いやすいです。さすがクリアリティさんが作ったレーザー彫刻機っていうことで、こういったところもですね、安全面も配慮されてるし、すぐにこう止めることもできるし、なんて言うんだろうな、この辺もすごいシンプルなので初心者の人でも全然扱えると思います。あとはこの組み立てめっちゃ楽でした。もう8割ぐらいこう完成された状態で届いて、自分がやったことといえばこのホースつないでこのコンプレッサーコードでつないでって、本当それぐらいですかね。それ以外はもう本当に組み立てられて入ってたんで、こういうの組み立てるの苦手だっていう人にとってもこれはめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。
で次にやっぱこの 40W のパワー、これすごいですね。さっきもちょっと言ったんですけど、こんな厚みのある木材でもワンパスで切れちゃうっていう、このパワー素晴らしいですね。これのおかげで DIY の幅が広がりそうです。でこの刻印も綺麗なので、こういったコースターみたいな、もう売り物級の綺麗な刻印で、なおかつこういったものも作れちゃいます。あとはこのノーマルカットとプリサイスカット、これを使い分けてあげると、ノーマルよりもさらに、こう精度の高い切断もできちゃいます。あとはここの3つのランプ、この監視システムもいいですね。安心感が全然違います。この切断の途中に傾けたりしても、こうちゃんと止まってくれる、そういった安全設計もなされてて、そこもいいなと思いました。あとはこのマイクロ SD カードで切断彫刻をやってあげることができるってところもいいですね。取り回しがめちゃくちゃ楽です。煩わしいケーブルつないだりとかっていうことがないですね、っていうところですかね。使ってみてここがなと思ったポイントはですね、まあ、あのこの機種に限ったことじゃないんですけど、こういうレーザー彫刻機って特に切断やってると煙がすごい出るんですよ。自分の場合はここの基地がそこシャッターになってて、バーッと全開にしてやってあげられるんで煙を逃がせるんですけど、自宅の自分の部屋でやるとかってなったらちょっと厳しいかと思います。そういった場合は煙を外に逃がす装置みたいなものが別にないとちょっとまずいと思います。しかも火災報知器とかついてるところでやると一発で鳴っちゃうと思うんで、これを導入するにはそれなりの、まあ、ちょっと設備というか、まあ、装備、そういったものを整える必要があります。あとはですね、これで作業をやってあげるためのパソコン側のアプリの話なんですけど、自分今回ライトバーン初めて使ったんだけども、ちょっと癖があるというか、以前ちょっと使ってたアプリと比べると結構専門的といいますか、数値をこう細かく合わせてあげる必要があるんで、例えばこの木材に合ったパラメータを出すには何回かこうトライアンドエラーやってあげる必要があるんですよね。まあ、あのこういったものを研究してウェブサイトとかに上げてくれてる方がいたら、そのパラメータにこう従ってあげればいいんだけど、自分でその設定を出す場合は結構トライアンドエラーやってあげる必要があるかなっていうところですね。まあ、その点はアプリしっかり勉強したりとか使い慣れてくればバチッとした設定が出せるんで、めちゃくちゃ綺麗にカットしてあげたりとか刻印してあげたりすることができると思います。まあ、ただそんなところですかね。いやこれ本当に使いやすいし、パワーもものすごいっていうことで、今後いろんなものを作っていけそうです。今後もこれ使ってちょっと DIY やったりとか、いろんな作業にこうちょっとちょこちょこ登場してくるかと思うんですが、お楽しみに。ということで、これもし気になった方がおりましたら、概要欄にこの商品の詳しいリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はクリアリティさんのレーザー彫刻機ファルコン2の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。